いやー、やりましたね。銀魂実写版第1弾大ヒットで、なんと第2弾ですよ。去年の実写邦画第1位ですからね。でも日本アカデミー賞にかすりもしてないやる。誰なんだよ主演男優賞取ったやつは。菅田将暉ってやつある。なんで。私服のセンスがかなり微妙なあいつある。 CD デビューとかしてアーティスト気取りのあいつだな。親父さんが面白メガネしてる。それ以上言うな。いい役者さんですよ菅田将暉。小栗旬なんてな、こんだけやってきて日本アカデミー賞一度もかすったことすらないやるよ。去年頑張ったのにな。牛の肝臓を食べたい。君の膵臓ね。牛の肝臓を食べたいだとレバ刺しが食べられなくなって悲しいな的なドキュメント映画になっちゃうから。いいんですよ、もう日本アカデミー賞にかすりもしなくてもたくさんの皆様に見てもらえて大ヒットしたんですから。そうだよね、日本アカデミー賞ってとかがされて、特にがけの賞だもんね。うん、悔しいでしょうけど今のセリフほとんど P で消されて皆さんにお届けできてないと思いますよ。そんなことより、いよいよ映画始まるんだから見てくださいとか愛想よくしてくださいよ。はーい。カンヌでパルムドールを取った今回の銀魂。嘘つけー。万引きしてます。ダメだろー。それでは万引きよろずやご覧ください。そんなタイトルじゃねえよ。じゃあ名探偵よろずや、真実はいつも一つだから、他の人のヒットにあやかろうとすんのやめろ。銀魂2、掟は破るためにこそある、ご覧ください。アカデミー賞くれー。劇場内で映画を撮影録音するのは犯罪だ。しっかりと自らの目に焼き付けて心で持ち帰るのだ。機械に焼き付けるよりはるかに大きな。もうさっき本物さん見たから、さっさと本編始めて。